おはようございます。ということで今日もね A86 エンジンヘッドのオーバーホール続きやっていきます。結構バタバタしてて部屋がねかなりね物が多すぎてぐちゃぐちゃなってるんですけど、まあ、やっていきましょう。バルブのすり合わせね前やったんですけど、とすり合わせが甘かったみたいであんまりいい状態じゃないんですよね。ザラザラしてますよね。当たりが出てないので、なのでもう一回ね当たりが出てないところに関してはやり直していきたいなと思います。4日間ぐらいね放置したんでサビが出てるかも、ついてるだけなのかサビができてきたのかちょっとわかんないですけど、最悪これをねインテーク側は今綺麗にしてね、でシムとかスプリング、あとリフターのねサイズもね測りました。全部綺麗にしたんですよこれ。これでも数時間かかってるよ。こんな感じでね、サイズ測っていってます。あと半分、やっていきまーす。これエキゾーストのスプリングなんですけど。やばいよね。めちゃくちゃ綺麗になりましたね。あんまりリフターはね、3SK1 につけない方がいいかもしれません。なんか黒くなる。とりあえず布で、できるだけね、水分拭き取ります。洗浄スプレーで、ね、置換してあげて、もう完全に油分と水分を取り切ります。で、エアーで飛ばして完成ですね。これで、脱脂、そしてね、水分もね、取り除くことができました。今から見てわかるようにね、測定をしていきます。まずアウターシムで、こういう測定器なんで3箇所ぐらいね一応ね取ってあげます。 2.868 2.847 2.852、 続いてリフターですね、 2.509、ちょっとずらして 2.507 2.508 で、続いてスプリングの自由調測ります。 41.02 とかかな。これで綺麗にね洗浄から脱脂、水分除去から、あと計測してちゃんと油分をつけてまでができました。これはね16個やれます。ストレート製のストレートエッジで、まあ、それぞれの面のね歪みを点検します。このヘッドガスケットの当たる面は 0.05mm のシックネスゲージが入ればねアウトです。じゃあちょっとね計測しましょう。
ケージがね、入らなければ OK です。こんなもんかな。全然。全然大丈夫そう。歪みね、この面は全く問題ないですね。それじゃあね、バルブをね、取り付けていきます。今、バルブ本体はこんな感じにねいるんで、バルブコンプレッサーで押し込んで、この辺の周辺部分と、あとバルブのねコッターピンで止めていきたいと思います。つけるのにワコーズのこちらのアッセンブリペースト ASP と言われるやつね使っていきます。別の組み付けペーストとかでね売られてたりすると思います。でホームセンターに売ってなくて、これはねストレートっていうところで買いましたね。まあ、別に短時間でやる人はこれじゃなくてもエンジンオイルでも代用できるらしいですけど、サラサラしてるじゃないですか。だからポタッパ落ちちゃうんで、まあそれやったらね脱脂しないといけないところについたりするんで、今回ねわざわざねペースト状の、まあ、こういう焼き付け防止の組み付け用のペーストね使っていきます。初期摩耗かじり防止って書いてるんで、まあエンジン始動するときにこれがあればねガチってね動かないっていう危険性が、ね、減ると思います。見てすぎる。うわ、まあ意外と思ったよりねサラサラしてる感じかな、うん、スプリングは上下があって、戦艦が狭い方が下で、バルブスプリングリテーナー、この状態でこのバルブスプリング押さえつける工具を使ってコッターピンをつけます。でこれがコッターピンっていうやつです。この時のはめるコツが、隙間ができるんですけど、この隙間を均等にするといいらしいです。で緩めていきます。こんな感じで、我ながら初めてにしては綺麗かも。でついでなんで分かりやすくね部品の順番を言うとですね、バルブがね下から入ってきて、まあ、オイルシールがねこの辺、バルブステムオイルシールってやつがこの辺にねいますと。その上にね、まずはバルブの、スプリングシート、スプリングがね入ります。バルブのリテーナーがねこういう感じ、コッターピンをねここにつける感じですね。セットできたら、その上にまあリフターがこうはまって、ここにアウターシムが乗るって感じですね、うん、アダプターを置いて、その上からどついてコッターピンをね落ち着かせます。あんま強くやるとね取れちゃいますね、ピンが。